年はどんな感じでしたでしょうか。もう数時間で年が明けますが、サクッと三択をやっていきます。テーマなしで何が出るかはお楽しみ。選択肢は枝か花か種。これはユリノキという木の種です。選ばれましたでしょうか。枝を選んだあなたは元気いっぱいですね。狙った獲物は逃がさない、そんな集中力とガッツが湧いてきそうですよ。アンテナ広げてゲッツゲッツです。良いお年を。花を選んだあなたは目標に邁進して達成するでしょう。冷静沈着に全体を見て新たな知見も得られるかも。そして切り替え上手だね。良いお年も。種を選んだあなたは興味が湧くものに出会えるかも。気に入ったらぜひ取り掛かってみるのもいいかもね。もっと興味が出てきてますます知りたくなるかも。良いお年を。さてどうだったかな。今年もたくさんのコメントやいいねをありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。それでは良いお年をお迎えください。